今回はですねコントラバスについて少しお話しさせてもらおうかなと思いますこの楽器あの黒沢楽器さんで買った時に私その動画の冒頭の方で言ったんですけど私コントラバスまあ苦手というかちょっと嫌いな時期もあったんですよねさすがに動画にするにはそ,うそれだけ言うのもちょっとどうかなと思ったので今回はそのコントラバスを 勉強するにあたっていいこと音楽家としてベーシストとしていいこともあるっていうこともこの動画で言おうかなと思います。まあ私の場合はあのプレーの中心がエレキベースにありますのでエレキベーシストから見たコントラバスの視点ですね。まあ若い時に思ったことがやっぱそのまま今でも思ってるっていうのもありますしそこから何年も経って。 いろんな演奏の現場とかいろんな仕事とかやらせてもらってああやっぱりコントラバスってこういうところもあったんだなっていうふうに学んだこともありますそういうふうなこの私から見たコントラバスに対する視線というかイメージというかそういうふうなものをこの動画であの喋ろうかなと思いますあのもうあのコメントお待ちしてますコントラバスについて悪く言うなとか お前の練習不足だろうとかそういうふうなあのコメントもどんどん送っていただけたら嬉しいですね。はい。正直に喋ります。えっ、ー、と、では最初に私がなんでコントラバスが苦手、嫌い、そういうふうに思ったかというのをまず先に喋ろうかなと思います。まずですね、まあ10代の真ん中ぐらいから、まあ、エレキベース、コントラバスというふうなのをこう練習しだして、その時に思ったことが エレキベーススのの技といううが基本的に封印されててしまうんですよねコントラバスって例えば、まあ、エレキベースで言うとタッピングとかあとまあスイープピッキングとかあと和音奏法右手だとあのこのスリーフィンガーの奏法とかそういうふうなこうすごいテクニックを使うようなやつがあるじゃないですかあれが基本的にコントラバスだと全部封印されてしまうんですよね もちろんできる人もいます。ブライアン・ブローバーグっていう方は、このコントラバスでもこういう風にタッピングをやってますし、ニールス・ペデルセンっていう方は、もうほんとスリーフィンガーを使ったものすごい高速な早弾きソロをしますし、あと和音ンンを使ったバッキングっていうのも、コントラバスの方だったら当たり前のようにやります。ただやはり10代に練習してるとき、まあ、エレキベースだと正直ちょっと簡単にできるじゃないですか。 あのエレキギターと同じようなお仲間だと思えば。だけどどうしてもコントラバスでそれがうまくこうちゃんとしたこう音にならなかったとかそういうふうなこともあってコントラバスはちょっと苦手だなって思ったのがまず一つですね。で、まあ、それに話がつながるんですけどコントラバスという楽器はとても専門性が高い楽器だと思ってます。だから 本当にこの楽器を上手くなろうと思うと、エレキベースだけをやっている人がちょっと持ち替えてみようと思ったら、あの正直な話できないですね。コントラバスは本当にコントラバスの独自のこう抑え方とか考え方っていうのがあります。ので、ちゃんと先生に習うとか、そういうふうなことがないと本当にコントラバスは難しいですね。そうですので、あの、全く別の楽器っていうふうなぐらいの意識を持って、 あのエレキベースの人はこの楽器を始めた方がいいんじゃないかなと思います。でそこからどんどん発生していきますとですねまず音が小さいんですこの楽器はバイオリン族のこの楽器の中では音が小さいんです正直バイオリンって本当にデッかい音出るんですよあのロックギタリストみたいなギャーっていうでもコントラバスって基本的に音が小さいんです。そのの小さいのにこうやって お家で練習するとうるさいからっていう風に怒られたりするんですよねまあ夜中とかにやってる方が悪いんですけどだからどうしてもそういう風な練習のしづらさっていうのがあって練習しなくなってしまったんですよね。エレキベースってほらヘッドホンとかイヤホンとかを使えばこの会話よりも小さい音で練習ができますのでそうやってどんどんコントラバスっていうのを練習し,て練習しなくなってしまったんですよね10代の時に。うん まあちょっとそうやって難しいという、まあ、事情がありますね。で、この楽器って修理、まあ、改造まで言ったらおかしいですけど、すごい難しいですね。素人の私。まあ、素人誰でもですけど。ほんとこのバイオリン族、コントラバス、この楽器というのは、専門性がやはり高いです。修理も。例えば接着剤を使ってないんですよね。エレキベースみたいにネジも使ってませんので、 例えば、ここのこの表の板と横の板が剥がれるとかいう、そういうこともよくあるんです。季節とかそういう変わり目だったりとかすると。そういう時に直せないですね。三河という素材を使って接着するので、まず剥がすのも難しいし、もう一回くっつけるのも難しい。で、コントラバスって中に棒が入ってるんです、実は。魂の柱って書いて昆虫っていうんですけど、この昆虫が 倒れるっていうこともあるんですよ。ちょっとしたこのドンとかいう衝撃で。そしたら、あの、自分じゃ戻せないですね。これは。昆虫入れる専門の道具もありますし、まず拾うことも難しいですね。うん、で、私、10代の時に昆虫が倒れるっていうことも知らなくて、まずこの弦を全部外してしまったことがあるんですよ。弦を外すと、この箱のこの圧力がなくなってしまうので、膨らむわけですよね。だから、 昆虫がポタンっってて倒れてしまったんですそういうふうなこともあって本当に直せません。そうですね10代の時にあのそういういうなのはいろいろ経験しましまたねでそこからさらに派生しますとまず基本的に値段が高いということもありますね。修理代金も正直な話、まあ、やっぱ専門技術ですからね高いんですよ。まあお金のなかった10代の学生の時とかは本当に直すこと。 もできなくてその倒れた昆虫をなんとか頑張って直して変な角度で立っちゃってそのまま無理やり使ってたとかそういう風な時期もありますね弦ももう1セットで安くたって1万5千2万円ですからね買えることもできなくてずっとボロボロの弦を使っていたりとかあと楽器本体の値段もやっぱり高いです例えばコントラバスで 20万円という金額出したら本当に入門用ぐらいのグレードしか買えないんですよ。エレキベースだったらフェンダーの普通の本家のやつが買えますし一生使っていけるような楽器が買える値段ですからね20万円っていうのは。そういうふうなこともあってちょっとこのままこの楽器を継続していくのは難しいなっていうふうにやっぱ10代の時に思ってしまったんですよね。で まあそれでもやっぱりこうやってウッドベースの仕事って言ったらいいんですかねジャズとかクラシックとかそういうふうなのがあったのでやっていたんですがこのコントラバスこれ特有の問題なんですけどハウリングしやすいんですよ、ね、まああの箱物のギターアコギもそうですしあのバイオリンとかもそうだと思うのですがこうやってこの,この空洞があるじゃないですかこの空洞をこう音が回ってしまってハウリングがすごいしやすい楽器なんです。 音が小さいに直結すするんですよね音が大きかったらマイクの音量を上げなくても大きい音が出せるんですけど音が小さいからどうしてもマイクの音量を上げなきゃいけないでモニタースピーカーとかが足元にあったりするとそこからハウリングが発生しやすいっていうのもあってやはりちょっと大音音量のの楽には向かないいっていうのがあるんですよねでやっぱ10代の時にちょっと憧れていたロックバンドだったりビジュアル系だったりっていうのを考えるとどうしてもこの楽器が大きい 音楽のジャンルに合わなかったっていうことがあって、どうしてもまたそれでやっぱりちょっと敬遠してしまったっていうこともあるんですよね。まあさっきの最初の話を戻すと、エレキベースの技が使えないっていうのはもっと練習しなさいってことですし、大きな音が出ないっていうのも、大きな音が出るように強く弾くような練習をしなさいっていうことでもあるんです。あのエレキベースでも私同じように思ってます。フニ,フニャフニャ弾く人いますからね。ダメなんですよ、本当は。エレキベースも一緒でドンっていう。 こういう風な力で強く弾くっていうのが実は大事だったりするんですだそれもまあ後々バンド活動とかをやっていくと全部話がつながっていくんですよね、うん、まあそういうふうなこともありますじゃあこの楽器を買って練習して音楽を勉強するとどんないいことがあるかっていうことを今から話そうと思います全部話はつながっていきます例えばこの楽器は音楽について必要なものを 学べます最初にあの小難しいテクニックが全部封印されたって私言ったんですけどつまりシンプルなベースを弾くための楽器なんですこういうふうなこ,うでこれが何を言うかっていうと音楽に大事なものっていうのがあるんですよ一拍目にルートを弾くでリズムがずれないようにキープして それを他のの楽器の人に伝えるようになる。例えばレイ・ブラウンというコントラバスで有名な演奏の方も言ってたんですこんな小難しいテクニックを他の人は望んでないサックスの人にしろ歌の人にしろこうやってこういうふうなベースこの大事なものにお金を払っているんだそれをみんな求めているんだっていうふうに レッスンのビデオで言ってました私もこれ気づくのにちょっと時間がかかりました、ねまあ若気の至りって言ったらいいんでしょうかねこういうふうなものすごいこと練習しててそれをこう本番で使うんだっていうふうに思っていた時代があってでも実は大事なのはこうやってこういう大事なベースラインなんですよね。そのことにまあ気づくことができました。でつい最近会った現場でも こういうこと一拍目三拍目にちゃんとベースの音を弾くだけでみんながどれだけ演奏しやすくなるか例えばちょっとリズムが不んにゃってなった時に迷子にならないかっていう風うなことが体感できたですよね<ん>まあ最初からこの楽器をやっている方とか例えばいいお師匠さんがいる方だったらそういう風なのを最初に教わるのかもしれませんね私の場合はあのお師匠さんと言われる方がいなかったのでちょっと気づくのに時間がかかってしまいましたね えっと次にですねこのコントラバスというものを勉強すると楽器について深く学ぶことができます例えばこの楽器は繊細な楽器なんですよね電気の力を使わないんですなのでさっきの言った昆虫あの昆虫がほんのちょっとずれるとかこのコマがほんのちょっとずれるだけでものすごく音が変わるんですまあそれもそれはエレキベースも一緒なんですけど エレキベースよりもはっきりわかるかもしれませんね。例えばちょっと調子悪い時の音。日本だと湿度とか温度とかが変わるから、そういう風な時に、ああ、今日は楽器がちょっと鳴らないなとかいうのは、このアコースティックな楽器だとものすごく繊細にわかります。そうやって楽器について、で、今どういう風な感じなのかっていうのを総合的に学ぶことができると思うんですよね。エレキベース、まああの、すごい極端に言うと、 歪ませたりとか、コンプを強くかけたりとかすると、あの、何を使っても同じ音が出ちゃいますからね。うん。まあ、これは、いい意味で、どんな環境でも同じ音が出せるとも取れるのですが、このアコースティック楽器っていうのは、本当にそれと違って、ちょっとしたことで変わるので、楽器について深く学ぶことができます。で、それをエレキベースにも応用できますし、それはとてもいいことだと思います。で、コンタラバスが弾けるようになると、 多くのジャンルに触れることができます。まあ、わかりやすく言うと、クラシックですよね。あれはこう、ボーイングを使うコントラバスの、本当にクラシックの世界なんですが、あと、トラディショナルなジャズ。このしっかりとした、このしっかりとしたこのベースラインとかをこう、経験する機会にもありますし、例えば、例えば、カントリー。あの、アメリカの古い音楽。あの、カントリーもコントラバスなんですよ。エレキベースでもいいと思うんですけどね。 多分本当に昔のカントリーが好きな人は、このコントラバスを使うと思います。多分当時の言い方をすると、ベースフィドルとかって言ったりしますね。バック・トゥー・ザ・フューチャーの,あの3のワンシーンでも、コントラバスを使って、あとバイオリンを使ってっていうワンシーンがありますからね。あと、ロカビリーとか、こういう、うあれはちょっとまた独,独自の文化がありますよね、こういうスラップ。こう,こういうスラップの奏法。ああれは私あの 全くできないんですけど、そういうふうなロカビリーに触れることもできますし、エルビス・プレスリーだって初期の音楽はコントラバスですからね、録音は。本人もアコギを弾いてますし、電気ベース、電気ギターができる前の音楽だったりとかしますからね。そういうふうな幅広いジャンルに触れることができます。コントラバスが弾けると。これはすごい良いことだと思います。それで最後に、コントラバスが弾けるようになるには、楽譜に 強くないといけないというのが個人的な意見ですね。まあ、クラシックの世界は特に全部玉で書いてます。で、しかもこう、表情記号って言ったらいいんですかね。こう、クレッシェント、リミニエンド。例えば、あと SF って書いてあったら、スフォルザントとかそういうふうなクラシックには絶対的に必要な表情記号っていうのがあるんですよ。そういうふうなのをこう学ぶことができます。これ、バンドでも結構応用できると思います。例えば、A メロ、B メロ、サビ。 シーメロってあったら、フォルテ、メゾフォルテ、ピアノ、最後の大サビはフォルテッシモっていう風に書いとけば、ここはどういう風に演奏しようかなとかっていうのをみんなに伝えることができますので。でジャズだって、例えばセッションとかの現場に行ったら、まあ、コードだけかもしれませんけど、コードを見て、 演奏するることがあるでしかもちゃんとあるセニがあったりとかコーダがあったりとかっていうそういう風なリピート記号とかも読まなきゃいけなくなるし楽譜が読めないとちょっと難しいようなジャンルに手を出さなきゃいけなくなってくるんですよねコントラバスって。ので楽譜には絶対的に強くなるとコントラバスを使った現場という風なのが増えるかなと思います。 これが私の思うコントラバスのいいとこですね。まあ、ちょっとデメリットの方が多く喋ってしまいましたが、どうしても私がエレキベース奏者なせいか、そういうふうにちょっと見てしまうところがあります。あの、本職の方にはちょっと申し訳ないなという気持ちもありますね。だからやっぱちっちゃいのを選んでしまったのも、エレキベース視点からのこの楽器の,あの採用ですからね。うん。まあ、そんな感じの私の練習不足です。すいません。 一応、コントラバスっていう楽器がどういう楽器かなっていうふうな、まあ個人的な意見ですけどね、伝わったかなと思います。もちろん、この楽器をものすごくかっこよくうまく弾く人は本当にいっぱいいます。先ほども言いましたけど、レイ・ブラウン、ニールス・ペデルセン、あとロン・カーター、例えばクラシックの奏者でしたら、ゲイリー・カーというソロのコントラバスを弾く人もいますし、ロカビリーとかのバンドでしたら、リー・ロッカーというあのこのスラップのかっこいいベーシストもいますし、 本当にこの楽器をかっこよくうまく弾く人というのはいっぱいいますのであのそういうふうな方の動画とかを参考にして私も一生懸命勉強練習をしていこうかなと思います、えー、それでは、えー、っとこんな感じで私の思うコントラバスというのがどういう楽器なのかっていうのがあのお伝えできたかなと思いますそれでは、えー、っとまた次回動画何かしら作りますのでよろしくお願いしますチャンネル登録コメント高評価 役に立つベースのことチャンネルをよろしくお願いいたします失礼します